参りましょう。食いしん坊のコーナーです。今週はアジアン料理特集をお送りしています。さて、火曜日の今日ご紹介するのは、海外旅行が大好きなご夫婦がアジアのとある国に惚れ込んでお店をオープンした新しいところなんですよ。それでは VTR ご覧いただきましょう。どうぞ。今回はアジアン料理特集ということで、粟木ヶ原町にありますカムオンご紹介します。場所は宮崎県運転免許センターのすぐ西側にあります。7月にオープンしたこちらのお店は、一面木がふんだんに使われており、温かみのあるとても落ち着く雰囲気です。さあ、このおしゃれなカフェのような雰囲気の中、カムオンではどんなアジアン料理がいただけるんですか？家庭的な、ベトナム料理が味わうことができます。ハワイに行った時にベトナム料理を食べてですね、それからハマってベトナム料理店をするように決めました。まずはランチメニュー、バインミーや鶏肉のフォー、日替わりご飯などがあるんですね。そしてセットメニューがサラダ、ドリンク、デザート付きでいただけるんです。さらに要予約ということですが、ディナーメニューも全7品3000円のコース料理となっています。さあ、ベトナム料理専門店カムオンおすすめの一品目は、こちらはパンのお料理ですね。バインミー500円となってます。ベトナムのサンドイッチですね。通勤途中の方が買っていって、屋台で売られているようでした。パンですよ。特別にオーダーしているものなんですか？エンジェルさんというパン屋さんから作ってもらいました。サクッと軽いんですよね。持つと結構ずっしりくるのは中身が詰まってるからなんですよね。中に塗ったのは何ですか？豚のレバーが使われたパテになってます。その他にベーコンや大根と人参のナマス、そしてパクチーです。具材が全部挟まれた後、最初にソースみたいなものをかけてらっしゃいましたよね。シーズニングソースです。ちょっと甘めのお醤油と思ってもらえばいいと思います。2つ目にかけたものは特製のマヨネーズで、その中にヌクマムが入っております。はい、初めて聞きました。ヌクマムとは一体どんなものなんでしょうか？今日この特レポ。そのヌクマムとは、小魚を塩漬けにして発酵熟成させた魚醤で、日本の醤油のような役割を持ち、それなしでは食事ができないほどベトナム料理には欠かせない調味料だそうです。ヌクマムもなんですけど、その前にまず言いたいのが、豚のレバーのパテがすごく美味しいですね。 ありがとうございます。すごくマイルドな中にナマスの酸味とかマヨネーズの爽やかな酸味も効いてきて、そこにそのヌクマムなんですね。お魚の香りも結構分かるものですね。ですね、はい。そしてふわっと軽いパンを求めてらっしゃったってことだったんですけれども、はい、外側カリッカリで噛んだ瞬間にふわっと軽くって、もうすごくペロッといけそうなパンだなと思いました。はい、さあ、続いては優しい香りの麺料理のご紹介です。鶏肉の方650円になってます。このお料理には小皿がついてきますよね。ベトナムではつけだれの文化がありまして、塩コショウにヘベズを使っております。鶏肉につけて食べてもらってます。その鶏肉は味付けが肉まむシーズニング等を薄めてですね、漬け込んで、で裂いてからお出ししてます。このスープがね、すごく魅力的なんですよ。いい香りです。鶏ガラに玉ねぎや生姜、パクチーと青ネギの根っこ、これを入れて2時間ぐらい煮込んでます。やはり肉まむ入れて塩と砂糖を入れて調整しています。すごくシンプルですね。はい、フォーの話をしっかり伺わなきゃと思うんですけれども、フォーというのはそもそもどんなものなんでしょう？米粉でできた麺です。ベトナムの
乾麺を輸入してます。日本人ちょっとコシがあった方がいいかなと思ってですね、この麺を選びました。わー、フォーってスープとの絡みがいいんですね。あれですね、よく絡みますね。うーん、うーわー、優しいのに旨味がすごい。一気にズズッとこうスープが口の中にやってきてくれたんですけど、麺の食感もツルツルっとしていてコシがあるんです。あとスープの旨味と塩分濃度がものすごく良くて、ちょうどいい美味しさなんですよ。やっぱり肉まんが入ってるのと入ってないのでは全然スープの味が違うので、肉まんは大事な調味料です。毎日食べても飽きないんじゃないかなと思わせてくれます。最後にご紹介するのは限定メニューと聞いています、こちらです。生春巻き380円となってます。土日限定、6食限定の生春巻き。ライスペーパーはベトナムのやはり輸入して使っております。柔らかいですね、薄いですね。中にエビ、キュウリ、大葉、レタス、もやし、鶏肉が入ってます。お皿の上にはつけだれをご用意いただきました。赤い唐辛子がちょんとあるんですけど、肉チャムと言います。肉まんベースの甘酢だれとなってます。他にはどんなものが入ってますか？ホワイトビネガーですね。あとなんかちょっとつぶつぶっと見えますよね。ニンニクをすりおろしたものです。あ、ニンニクいい香りです。ちょっとだけピリッと、ほんの少しきますね。でもそれがすごく美味しくて、もう魚醤のぬくまむのいい香りとニンニクがもう美味しいんですよ。そこにビネガーが効いて、ますますこうお野菜の風味やエビのプリッとした食感とともに一気に全部美味しいですね。ありがとうございます。6本限定なんですよね。はい、お早めにですね、お越しいただきたいですね。はい、カムオンはベトナム語でありがとう。心と体にじんわりと染み込む家庭的なベトナム料理をお楽しみください。さあ、ということでベトナム料理のお店をご紹介したんですけれども、もうアジアンのイメージが先行してまして、私甘いとか辛いとかが際立ったお料理なのかなと思い込んでいたんです。ベトナム料理ってすっごく優しいお味なんですね。そうなんだ。意外でしたね。もうお野菜とかハーブもたっぷり使われていて、ヘルシーなのも嬉しいですし、お話伺ったところによりますと、もともとフランス領だったそうなんですね。で、見た目の料理の美しさも大事にされていたり、近隣の中国料理とかの影響も受けて、まあ、独特の食文化があるんだそうです。面白いですね。ヌクマム。ヌクマムですよ。初めて知りました。ベトナム料理には欠かせないってご紹介したんですけれども、今日ご紹介した3つともに使われていたので、どれだけ欠かせないかは分かっていただけたと思うんですけど、すごく魚の香りが濃厚なのにさっぱりしていて、お醤油っぽいんですよ。でも使いやすいんだなと思いました。でも自分で使うと何もこの組み合わせとかによってまた違うのかもしれないんですけど、こうやってお店に出かけてヌクマムの魅力に出会うと、あ、これっていいなと思いますよね。でね、バインミーで最初に紹介したお料理なんですが、はい、現地では屋台で売られていて、目の前でこう具材をパンに詰めるんですって。で、携帯性もいいのでお弁当とかで持って行かれたりするそうなんですけども、いろんなものが詰まってて、ね、無駄のレバーのパテがすごい、もうすごく美味しそうなんですよ、ね、そこに魚の香りが、旨味が加わったりするので、あとナマスとか入ってるんですね。珍しいですよね。これ面白いですよね。こう日本人にはちょっと馴染み深いものが入ってるんですけど、ただ紅白ナマスはホワイトビネガーが入ってるんですって。そうなんだ。ちょっとだけその海外の要素も感じながらのお料理でしたね。
ボリュームすごかったよね。大きかったですよそうフランスパン使ってるんですけど、ベトナムでもフランスパンであえて割って中に詰め込むスタイルなんですって。あの食感とあの軽さを出したいってことで、お店の、エンジェルさんパン工房さんと一緒に試行錯誤して作り上げたそうなんですよ。でもあのパンだからやっぱなんかこうペロッといけそうな感じも、ねうん、ありましたけど ね、 そ う、 ねそうなんです。具材がねまた美味しいのでね進みますよね。そして鶏肉のフォーなんですけど、まあ、これも優しい味わいでしたね。あの上に見えていたのは私ごぼうと思っちゃったんですけど、もやしなんですよ。シャキシャキっとした食感も美味しいです。そしてお野菜もいっぱい取れます。生春巻きもご賞味いただきたいなと思います。限定です。さあそれでは場所のご紹介です。場所は宮崎県総合自動車運転免許センターのすぐ西側にあります。そしてプレゼントをいただいています。オリジナルカゴバッグをそれぞれお一人の方に差し上げますよ。番組最後で詳しくご紹介します。はい、かわいいカゴバッグです ね、 ね、 ね、今日ご紹介したお店の情報はこちらでチェックしていただけます。 MCN のホームページからアクセスできます加入者限定サービス宮崎グルメ情報、そしてスマートフォン専用完全無料で誰でも使えるグルメット、ぜひご活用ください。実はカムオンではご夫婦で経営とご紹介したんですけれども、はい、お料理は現地で先生に習って現地の人に食べてもらってこう研究を重ねて出してるんですよ。だから本場の味は味わえると思います。お出かけになってくださいね。以上お送りしました食いしん坊のコーナーでした。はい、京子ちゃんでした。では CM の後はファンの会通信のコーナーです。